ちょっと次から本気でいきたいと思います。納得いかない結果、練習の成果が出てなかったなと思います。ちょっとマイペースすぎましたね。次はじゃあもっと、ね、エンジンかけていきたいところですね。そうですね、優勝目指して頑張りたいと思います。はい、頑張ってください、はい、セカンドワンミニッツ。さあ、セカンドワンミニッツはアルティメットマスマティックです。この競技は空気椅子の姿勢で1分間での計算問題に挑戦してもらいます。レディ。さあ、各選手空気椅子の体勢になりました。これはかなりきつい体勢なんですが、さあ、いよいよこれから始まろうとしています。ゴー。さあ、始まりました。アルティメットマスマティックの1分の戦いです。さあ、空気椅子の大変きつい状況の中での計算問題、現役高校生の4名だけに計算にはそれほど困らないかとは思いますが、この空気椅子が徐々に体に圧を加えていきます。おっと、激しい雄たけびも上がった。正木選手は雄たけび。さあ、そして今遠い選手は本を落としましたが、また元の体勢に戻りました。そして渥美選手はスラ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 と鉛筆が動いていく。やばいという表情は龍二選手。さあ、おお、今おたけが上がったのは遠い選手。かなり太ももに来ているようです。空気椅子が体を蝕んでいくのか。さあ、4選手あとわずかです。1分の計算問題。さあ、頑張れ。さあ、この空気椅子に耐えられるか。正木選手、本を落とした。そしてまた今戻したが、今終了のこれです。ワンミニッツフィニッシュです。知力と体力の1分間でした。痛い。結果発表。正木選手10問、匠選手9問、ゆうじ選手18問、とい選手12問、勝者ゆうじ選手。さあ、勝ちましたりゅうじ選手にはローソンプレミアムスイーツのプレミアムティラミスをお送りいたします。どうぞお召し上がりください。いただきます。12ポイント6ポイント差ということだったんですが、遠い選手、はい、残念でしたね。そうですね、まあ、でも1位2位ってきてるんで、下がらないように次はまた1位を取れるように頑張りたいと思います。暗算ちょっと苦手なんですよ。これちょっとダメでしたね。空気質も暗算も苦手ということで以上です、はい、次に期待しています。はい、ありがとうございました。世の中ジンジンしてる今、意外で。メンバー全員が白紙っていう二文字がついてもいいなって思うぐらい、みんな白紙の演技だったんで。エピソード7となる本作品で仲本の友情のために戦う戦士を熱く演じたディッシュ。今回与えられた最大のチャレンジは心の葛藤を表現する演技力。撮影日の最低気温は5度。寒さの中、遠いと匠は水に打たれながらシーンを熱演した。寒すぎる、本当に。3、4、アクション。匠、
璧な演技を求められ、何度も重ねられるテイク。厳しい寒さの中にも熱い演技魂で応える2人。本当に遠いよく頑張ったと自分に声をかけたくなるぐらい頑張ったと思います。お互いの心の動きが伝わるよう、撮影の合間を見つけてはシーンの緊張感、セリフ、アクションを確認し合うディッシュ。できてるんだかどうだか自分でも半信半疑のまま。自身の演技力に不安を抱く正樹に、さらにもう一つの試練が与えられた。バチン、恨みっこなしなんでね、正樹みんな知らん人なんで。僕本当に喧嘩とか怒鳴ったりとか全然したことないんで、怒鳴ったりビンタするシーンがあったんですけど、本当にもうどういう、なんだろう、感情というか感情でやっていいのか分かんなくて、いろいろ頭で想像して。ビンタした時は心が痛かったんですけど、いろんなとこジンジンしてるよ。痛いよ、痛いよ。演技ってなんか正解がないから、正解がない分どれをやっても合ってるんですけど、でもどれが一番リアルに見えるかっていうのがなんか難しいですね。やってて、そしたら監督が OK OK、ベリーベリー OK って言ってくださって、その時にあ、こんな感じかと思って、その気持ちを忘れないままやってます。本作品は未来へと成長するディッシュのさらなる可能性を感じさせる熱い思いのこもった作品となった。どうすんだよ、悪意を出して生きてるのか、戦ってるのか。
俺たちもおしまいだな。何してんだよ。僕たちが喧嘩してどうすんだよ。外からだ。匠だ。匠は生きてるんだ。生きてるのか。戦ってんのか。行こう。行こう。匠を助けに。俺たち4人で俺たちだもんな。あいつが来た。俺たちダメかもしれない。お前に渡したサラ、サラ、あれがあれば戦える。頼む。お前こんな体で戦って何言ってんだよ。まさき、俺はもう逃げない。